The KMGS ヘルシンキでの2007年大会にて、イシュタルベオグラードの2008年大会にて、ベルギーのユーロビジョンソングコンテストでは、ベルギーにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ベルギーは1956年大会からユーロビジョンソングコンテストに参加を続けている。過去2017年までの時点で参加しなかったのは1994年大会。 1997年大会、2001年大会の3回のみであり、過去の大会順位が低かったために参加できなかったことによる。ベルギーは、ノルウェーのベルゲンで行われた1986年大会において、サンドラ・キムの憧れが優勝を果たした。サンドラ・キムは15歳として出場したが、実際のキムの年齢はわずかに13歳であり、若すぎであった。しかし、 キムの優勝記録は認められている。その後、規定では大会に参加できるのは16歳以上とされており、この規定が変更されない限りキムは最年少の優勝者であり続ける。ベルギーはユーロビジョン北キ時からの参加国では最も遅れて優勝を果たした国である。この時の優勝によって、翌年の1987年大会はベルギーのブリュッセルで開催された。 ベルギーは1978年大会と2003年大会では2位に入賞している。また、2017年までの時点で8度の再開を経験している。2003年大会、アーバントラットは架空の言語で歌い、165得点を集めた。アーバントラットは、この年に優勝したトルコにわずか2得点差での2位であった。イシュタルもまた2008年大会で、 架空の言語で歌ったものの、準決勝17位に終わり決勝進出はならなかった。ベルギーは独自の国内選考を行っている。ベルギーでは VRT と RTBF の2つの放送局が大会の放送を行っており、両者によってベルギー代表の候補者が選ばれる。1999年以前は英語で歌われた1977年大会以外は、 すべての楽曲はオランダ語かフランス語で歌われていた。2020年までの時点で、ベルギーは第三の公用語である、ドイツ語で大会に参加したことはない。ベルギーから高得点が送られた国々、ベルギーに高得点を送った国々、出展、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。